皆さんこんにちは、串渕麻里です。私はこれまでもっと市民の力で社会を変えられるんじゃないか、そう思って17年間 NGO 活動に取り組んでまいりました。今1日たった200円ほどで家族一家が暮らしている、そうした人たちが世界人口の半分以上を占める、そのような時代に私たちは生きています。そのような中で例えばアジアやアフリカの子どもたちの生活支援、そして環境問題に力を尽くしてまいりました。そのような私がなぜ NGO から政治の世界に大きな挑戦をしようと思ったのか、その大きな理由の一つは子どもたちの表情なんです。例えばオランダで 2.9%、 そして日本で 29.3%、 これ10倍違いがあるわけですけれども、この数字何だと皆さん思われますか？これは国連のユニセフが15歳の子どもたちにとったアンケートの結果なんですけれども、このような質問だったんです。今社会の中で孤独を感じていますか？このような質問に対して日本の子どもたちは3人に1人がイエスというふうに答えている。それは私にとって大変な衝撃でした。よく子どもたちの表情がその国の未来を表す、そのように言われますけれども、では一体この日本の未来はどうなってしまうのか、大変深刻な状況であると思います。そしてもう一つ、今若者たちも、そして大人の中でも自殺者が年間3万人、それが11年間続いているのが今この日本の現状です。イラク戦争で亡くなった犠牲者の数より平和国家であるはずの日本が1日100人犠牲になっている、しかも自ら命を絶っているというこの現実に対して、今の政治がどこまでしっかりと向き合っているでしょうか。私は道路に5兆円もかける国よりも、こうした人の命を守る、そして一人一人の生きる力をしっかりと守る本来の政治をしっかりと築いていきたい、そうした社会に作り変えていきたいと思い、 NGO から政治の世界に大きな挑戦をする覚悟を固めました。私の選挙区多摩と、そして町田市、ここは大変緑の多い地域なんです。そしてもともと100年以上前、国会もない、そして憲法もない、そんな時代に人々の中からしっかりと民主主義を作って、自由と民権、これを確立させようという自由民権運動が起こった地域の一つでもあります。この地から21世紀の新しい日本の政治を、そして社会を作っていくことに私は全力で戦ってまいります。ぜひ皆さん一緒に新しい歴史を作っていきましょう。ありがとうございました。